ソニーショップ清和の店長の片山です。横浜のパシフィコ横浜 CP プラスの取材に来ております。アルファ99-2 でリマスターのレンズになります。フォーカスの速さを試してみたいと思います。皆様いらっしゃいませ。ウェルカム。ご覧の通りバスケットボールコートを再現して皆様の被写体としてバスケットボールプレイヤーが今日一日中ずっとリアルにプレイ。さあ今日の3発目ゲーム3第3ラウンドがスタートはソニーブースです。リアルなバスケットボールコートを再現、そしてバスケットボールプレイヤー昨日からスタート4日間常に1日中大手被写体としてイエスこのオンコートでプレーなんです。ワークアウトメニューを終えてここからは2オン2のエキシビションマッチ。前半が終了、1度ボーダーズはアウト。スコアは8-4、4点リードでオレンジ前半終了でございます。さあここからはハーフタイム、ハヤスナイスチアリーディングメローが登場。アルファ 7R2 で、フルサイズの 7200F28G マスターと ×2 のテレコンバージョンついております。試してみます。こちらアルファ99-2です。それの半分にぶった切った展示モデルですね。面白いですね。アルファ99-2に初めて乗ったゴジクデブレ補正。こちらジオラマの撮影会場。
こちらアルファ6500ですね。マグネシ6300からフルマグネシウムボディになって、初めて6500で50手ブレ補正。1日楽しみました。あのソニーのブース本当にいい、今回盛況で楽しかったと思います。1日歩き通して疲れました。今日は以上です。バイバーイ。